皆さんこんにちは。こんにちは。みかんのみかんとたい焼きです。忘れてた今たい焼き忘れてた。忘れてないよ。ちょっとあれって全然忘れてない全然忘れてないはい、今日はですね、なんと夫婦に違う何なんとなんと、はい、こうメリーのサイトに載っていた夫婦にする100の質問というのにバーッと答えていきたいと思います。ちょっともしかしたら、まあ、パンパンパンって答えていこうと思うんですけど、もしかしたら少し長くなるかもしれませんが、最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、ちなみにこのリンクはね、動画の、詳細部分に載せておくので、よかったら皆さんも答えてみてください。やってみてください。はい、それでは早速いきましょう。ギャーン質問1、第一印象は、はい、これなんか前のやつも言ったな。前のいつもこの質問コーナーでもやったけど、第一印象は、第一印象は転校生まあやろうね転校生幼馴染でね、はいはい、2、今はどう思ってる。今、うん、神嫁です。それを言うのは、私はもうこんなにいい旦那はいないと思っています。マジ器用やん。イエーイ第一印象と変わったところは、変わったところあ、今はその昔は、ね、普通に転校生で何も思ってなかったけど、うん、今はもう一人の女性としてすごく尊敬しています。人間としても。私は初恋の人なので、もう第一印象から好き。ね、次4、付き合う前はどう思ってた？ああ、付き合う前か。付き合う前はなんかさ、サッカー選手やったからすごいなと思ってた。うん、俺もなんかその SNS で見てて、なんかいろいろ頑張ってるなって感じ。そうやね、なんかお互いすごいなと思うことをきっかけに、こう3人でカフェ行ったりしたもんね。共通の人がおってね、それを話そうみたいな感じで、うん、はい、5、相手の好きなところは。いっぱいあるね。いっぱいあるな。優しいところ、うん、男らしい優しさがある。なるほど、うん、俺はあれやな、なんか立ててくれる、まあ、めっちゃあるけどと、まあ料理うまいやろ、仕事を最強にできる、あれ少なくねまあいっぱいあるよね。次、はい、相手に直してほしいところは。まあ一人で電車に乗れるようになるそうやった。それが何の問題もない。直してほしいところはないけど、モテようとしないでほしい。直されへんわそれは次、もっとポンポンいかなさ、一生終わるのじゃん。7、今まで一番楽しかったデートは。一番何やろ、最初の京都ちゃん。でも同じこと思った。京都が一番なんか、うん、思い出に残ってるよね。楽しい、全部楽しいけど一緒です。はい、はい、デート。次、これから行ってみたいところは。ある温泉。あ、そういう感じか。何、それは行きたい。フランス。そう、フランスなの、イタリアじゃなくて。いや、どっちも。ヨーロッパ。ヨーロッパね、行きたいね、うん、次、子供の頃の夢は。サッカー選手か。子供の頃の夢いっぱいあったからな。魔法使いにもなりたかったしな。そう、ほんまに初期の子供の子には魔法使いになりたかった。次、将来子供を何人欲しい。2人は欲しい。そうやね、2人は欲しいね。次、一軒家かマンションかどっちがいい。一軒家かな。一緒、一軒家、絶対一軒家。次、好きな食べ物は。なんやろ、いっぱいあるけど、フルーツ。これ。好
きな料理は妻が作ってくれるご飯です。100点満点よかったね。幼稚園の入試で答えるやつ。そうママが作ってくれるお弁当好きな、あ、違う、苦手な食べ物。苦手な食べ物、椎茸の煮たやつ、うん、お肉、はい、好きなスポーツは、サッカーやろうなじゃないとこんだけやれへんかったな。好きなスポーツか、あんまりスポーツ好きじゃない。オッケー、次じゃあ、苦手なスポーツは、なし、全般今一番欲しいものは、今一番欲しいものか、なんか WH ってやつの靴。うん、売ってるね、ずっとね。ステラ・マッカートニーのカバンか財布。メモでも別にいらんねん俺もいやな、そう、欲しいって言われたら欲しいけど。2人は気持ちよく話しておりますが、このままだと動画が長くなりすぎてしまうため、ここからサクサク編集させていただきます。ご了承ください。大切なものは思いやり。あ、一緒。なんでわかったん？お前それ後で言ってるだけちゃう。違うよ、言ってたよ。じゃあ20ずつ交代していこうぜ。わかった。じゃあ19、趣味はプロファイリングお絵かき、はい、得意なことは何でもできちゃうだる基本はやらかすことは得意かもしれない。あ、何かしらミスることもしちゃうみたいな。そう均等に一つだけ持っていくとしたら、勇気。じゃあ愛。おアンパンマン何か隠している秘密はある？まだないまだない。あるんやと思うけど思いつかない、うん、思考力好きな映画はレオンやな。マチェルダみたいなやつ。オッケー。自分を動物で例えると？怠け者。俺なんや。俺カメレオン。めっちゃ生きるやん。相手を動物で例えると？猫。犬っぽいけど。次。生まれ変わるなら女と男どっち？あー男。女。おお。でまた出会いましょう。あーよろしく。生まれ変われるなら何になりたい？人間。そういうことじゃなくて職業とかってこと？でかいなぁそういうこと？別に生まれ変わらんでよ俺。ああ、確かに。やりたい職業は？まあ、やってる。これだけは許せないことは？思いやりのない発言。特になし許された、はい、海と山、どっちが好き？山。俺海かな。春夏秋冬、一番好きなのは？俺春と秋。夏って言いたいよね。わかる言いたい冬も好きって言いたいね。結果日本素晴らしくないっていうね四季があるって本当素晴らしくないっていうのは思いますけどね、うん、新婚旅行はどこに行きたい？ハワイ。うん、ハワイ。はい、車か電車の旅行どっちが好き？絶対車。しん家事の分担はどうしたい？あ、家事やるマンですはい、1億円もらったらどう使う？うわ、家族と親戚に配るなんか、あ、子供や動物やらに。ちょっと俺のさっきのやつ載せませんカット最初に買った CD はミカっていう人のこ の, あの出してるのね、うん、はい、多分クレバーなんかやったと思う座右の銘は権利を要求すれば義務が発生するっていうやつですね。あんまりない。なしです。今一番楽しみなことは？え、明日が来ることちょっとせっかく思んなないのか、はい、今一番不安なことは？明日が来ないこと整形するとしたらどこ？耳たぶ。あ、ここだけおかしい。そう、カスタムって言われてましたですよね、本当に老化に対抗するためにそのビタミンを打ったりとかっていうのをしたい、はい、41、うん、誕生日にもらって嬉しかったものは？プロッチか。あんたはお花。結婚記念日はどうやって過ごしたい？ハワイ行っちゃうか。喧嘩した時の仲直り方法は？あんま喧嘩しやすい。そうやな、うん、クリスマスはどうやって過ごしたい？僕は世界中の子供たちにプレゼントを届けてるんで次ペットを飼うなら何がいい？猫。あのワンちゃん。次、将来住むならどこがいい？ハワイと日本。おお、うん、こういうスタイルね、うん、今までに買った一番高いものは何？パソコン。あ、でもそうかも、それ機材。次、好きな芸能人は？いや、井川遥か。竹中直人とか、ジョージみたいな。もうなんか大人になっても少年心を忘れないみたいな
すごいね。なんか人たちはめっちゃいいなって思う。得意な料理は？キーマカレー、カルボナーラ。あんまりわかりません。次、じゃあこの動画のラスト。うん。朝起きて最初にすることは？最初にすることは？トイレに。まあそうやな。最後の質問。最後の質問のクオリティめっちゃ長いところだね。はい。ツーンって終わった。ということで次の動画では続きの51番から100番までに答えていくというのをアップしたいと思います。はい。はい。ではまた次の来週の土曜日の20、20、20、20、20、20お会いしましょう。お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。